ドライシャンプーは水や湯を使わないシャンプーである。本校では同じ機能を持つ髪洗い粉についても取り上げる。洗い流さなくてもいいシャンプーであり、エタノールが主成分で消臭殺菌効果のあるもの、爽快感を与える目的で、アルコールやペパーミントなどが成分として用いられている。スプレータイプ、泡タイプが手頃な値段で、汎用性が高く、他にジェルタイプ。 粉末タイプなどがある。多くのドライシャンプーは、病気や怪我による、入院、介護される状態にある老人や障害者、または、生理の時や、キャンプ、自然災害による被災などで浴室での洗髪が、できない時に、頭髪や頭皮を清潔にし、匂いやフけを取り去るのに用いる。使用方法は、一般的に最も多いスプレータイプの場合、たっぷりとまんべんなく、頭皮につけて、 タオルで拭き取る。また最近では、毎日髪を洗うと、海面活性剤や、気泡剤で頭皮がかぶれたり、髪にダメージを受けるなどの理由から、健康や、美容用として、オーガニックのドライシャンプーも需要が増えてきており、研究開発、商品化がなされている。かつて、髪洗い子として、粘土、でんぷん質、ふのり、タンパク質、椿油かす、また、 アルカリ物質などが使われた。中でも粘土は安価であるため、一時は市販の8割を占めた。しかし粘土は高級な硬質性のものでないと洗浄力に乏しく、小麦粉のようなデンプン質、フのり、鶏卵のようなタンパク質と同様に洗浄力がほとんどなかった。このようなもので洗った場合、汚れ、油がよく落ちない上に、 このような物質が地肌に沈積する恐れさえあった。ソーダバイのようなアルカリ物質で洗った場合は、一部の油は石鹸となりよく乳化し洗浄作用をなすが、頭髪がアルカリのために赤くなったり、切れたりすることがあった。油かすの場合は、頭髪の油は油かすに吸収され、油かす中の椿油は頭髪に移り、洗い上がりの頭髪はしっとりとするが、ふけ。 汚れを取るまでにはならなかった。そこで石鹸を混ぜた紙洗い粉が登場した。これは汚れ、吹きを取り、頭髪に対して相打倍の時のように有害作用がなかった。しかし石鹸だけで洗うと油が落ちすぎ、石鹸液の下水分解アルカリがあるから頭髪がきしんだり赤くなったりした。そこで放射、重曹、 コロイド粘土その他の硬質物質などの石鹸のアルカリ度を下げるもので洗浄力のあるものが配合された。中には頭髪の栄養を司るとされるもの、殺菌作用があるとされるものが配合されたものもあった。ありがとうございます。